はい長尾隆先生本日もどうぞよろしくお願いいたします。さて新しい週間の始まりでございますが長尾さん毎日毎日こうやってあの動画配信、えー、負担になりませんかっていうあのご心配をいただくんですけどももう全くあの負担になりません。あの実は20年間 まあ大阪14区で衆議院議員のまあ活動また小選挙区の活動ということで毎朝ね駅に立って7時から8時30分までの1時間半街頭演説こうずっとやってたんですね。私の選挙区はまあ大体駅 というか立つ場所スポットまあ一つの駅で1箇所一つの駅で3箇所とかあるんですがだいたい自分で選定して21箇所を平日毎日どこかの駅に立っている。 まあ21箇所なんで自分自身は毎日立っていても、うん、通勤されてる方々からすると月に1回ということなんですけど、まあ、これをね、まあ、やっぱ20年間続けて、えー、きました、まあ、朝だいたい5時ぐらいには起きて新聞とか読んで、えーまあ、一番近い駅だったらもう自宅の目,も目の前、えー、遠いところでもね、まあ、30分ぐらいかけて、まあ、セッティングに。えー 前後5分、えーまあ、含めてね、まあ、そういうことあの毎朝毎朝やっていましたんで実はこの動画もねあのお昼に配信しているんですけれども撮ってるのはあの早朝なんですよ、まあ、だいたい7時ぐらいに、えー、今も撮っているんですけれども、まあ、こんな感じでやってますんでね、まあ、私としては、まああの 次の正式な基本方針があの書類上ね書類上整わないとなかなかちょっとあの街頭駅に一人で立つっていうことになると、まあ、誤解を生みますので本当に今ねあの駅立ちをしておりませんあの、まあ、参議院選挙に突入すれば大阪選挙区松川流の参議院選挙がありますんでこれを まあ実施していくわけですけれども、まあそんなこんなでね、あの毎日、えー、負担のない範囲で、えー、というかあの自分自身がとにかくも情報発信をしたいというあの気持ちでやっておりますので、えー、そんなことも含めてね、あのお見守りをいただければありがたく思っております。えー、ちょっと前置きが長くなりました。上海電力。 日本侵入の問題をシリーズでおお届けしております私は国の責務地方の責務また民間企業ももう少しこの辺は国益にかなうような動きをしてもらいたいという観点でこの上海電力問題を整理しております。 今私が取り組んでるのはもうあくまに国の問題、えー、外為法が正しく運用されているかどうかのまずはここからトンネルを掘り進めておりますでここで前回のね、まあ、セッションにも触れましたけれども、まあ、外為法が正しく運用されてないんじゃないかじゃあその背景には何があるんだろうっていう ことですね、背景には政府の体内直接投資促進戦略が影響してるんじゃないかなっていうことをまあ議論せざるを得ないかなと。というのはですねあの体内直接投資促進に関する、まあ、戦略というものがありましてね まずは、まあ、あの海外から高度な人材であるとか技術であるとか豊富な資金を呼び込むことでイノベーション創出や海外協力の活力をですね地方に取り組んでいく。でえー 日本経済全体の成長力の強化であるとか、まあ、地域経済の活性化に貢献できないかというのが目標なんですね。でご承知の通りもり我が国は本当は人口減少が進展していて高齢化も含めこれを克服してどん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 成長していくためには。 まあ日本政府の方針はですよ、あれもこれもやる中での一つですけども、対日直接投資を、まあ、てこにして、海外活力を、まあ、大胆に取り組んでいく必要があると。まあ、これをね、2013年に、え始めていたんですね。で、考え方は、あの、正しいんですけど、2013年っていうと、今のような、 経済安全保障っていう概念がゼロではなかったけれども、まあ、今ほど浸透していなかった、まあ、よく私の主張に出てくる、まあ、中国の国防動員法が定められたのは2010年ですねで日本がこの対日直接投資戦略を講じ始めたのが2013年 なんですよですから当然のことながら価値観を共有できない国とにかく中国からの投資については慎重に慎重にしていかなきゃいけないということを当時今ほどは考えてなかったと思うんです。でこちらをご覧ください、まあ、政府がやろうとしてることは分からんでもないとやはり他国に比べてですね 体内直接投資残高 GDP 比率でいうと日本はたったの3.7%他、中国、インド、韓国ドイツアメリカ、フランスイギリスシンガポールまあシンガポールは皆さんご存知のとおり GDP 対比283.2%ですよもうほんとんど海外投資で成り立っているのがシンガポールまあそういう国の おまあ、形でありますんでねでこれが2013年なんですよでこの2013年の、まあ、その前はどうだ,かどうだったかっていうとちょっとこちらご覧ください体内直接投資残高というのは2013年はまあ新旧基準がありますけれどもまあ旧基準でいうと約18兆円だったんですね日本は2013年18兆円でこれをですね 2020年までに対日直接投資残高を35兆円に倍増するっていう目標を2013年に立てていたわけです。でその達成に向けて投資に関心のある企業の発掘であるとか誘致またビジネス環境や、まあ、日本で働くここで出てくる 外国人の労働者生活環境の改善共同する日本企業とのまあマッチングの機会であるとかまあそういった提供をしていくとでこれをまあ投資を拡大に向けて進めてきて,いて進めてきた外国人労働者も要はここに入ってくるわけですよね金融の問題だけじゃなくてで結果ですねまあ 政府が努力した結果、政府の言い分ですよ。私はこれすべて否定はしません。2020年12月末時点で、なんと39.7兆円となって、えー、上記の目標は達成されましたっていうことで、大喜びしてるんですよ。喜ぶのはいいです。 ただその中に中国資本を見逃してないかっていう話なんです。で、今2022年ですよね。で、2030年にはなんと対日直接投資残高を80兆円倍増させるっていう目標が掲げられていたわけですね。 でこの、ね、目標を愚直に各省庁、まあ、上海電力問題に関して言えば、まあ日,銀まあ、日銀はあの省庁ではありませんので、えー、検査する経済産業省また、所管である財務省これが、ね、愚直にもう中国であれその他の国であれ一色たにしてもう 対日投資は、対内投資はどんどん受け入れちゃおうと、もうこういう方針で運用をしたから、まあ、事前届け出審査が、もう全くざる状態に運用されていたんじゃないかなという想像が出てくるわけですね。まあ、前もお話ししましたように この事前届で、に対して審査が行われて、何件が勧告されたんですかと言ったら2008年にたったの1件です。たったの1件。萩生田経済産業大臣は、外魂派に基づいて厳格に審査していると言った、答弁をした。 厳格に審査をしてたったの1件。それも2008年ですよ、皆さん。2008年。つまり2013年にこの目標が立てられる2008年の前に1件だけ。ということはこの目標を立てて以降はゼロ件ということになるわけですよね。妙にですね、政府は あ届け出に対してね、まあ、法令で、えー、審査期間は30日以内で投資を認めるというふうにしてるんですよ。で、そのうち95%は2週間以内で投資が認められてるということをすごく強調してるってことは、私たちとにかく、えー、体内投資戦略頑張りました。頑張って頑張って、えー、倍になりました。そして今度、お2000、 30年にににはさらに倍にしてままいりますこういった決意をしている中で上海電力がもう堂々と侵入してきているということが残念ながら分かってまいりましたこの運用がですねきっちりとされていないんじゃないかという 仮説のもとにこれからねどんどん上海電力の問題をこの動画そして私のメールマガジンを中心に発信していきたいと思っておりますで最後に、まあ、その私のメールマガジンなんですが、えーまあ、今月からですねあまりあのオープンに、うん、ちょっとするには少々こうもう少し調べてからでないと うんまあ、いろいろこう、あの、懸念事項があるんで、えー、ぜひ皆さんあの、メールマガジンをまだご購読いただいてない方は、ぜひあのご購読ください、えー。概要欄に、私のメールマガジンの URL、またあの、チャット欄にも今、ここであの貼らせていただきます。あの、有料でございます。月額880円です。 これはあの長尾隆のお個人所得になります、えー、なんとお「マグマグではあの電量入りをしておりまして、えー、2012年からずっとおやっております、えー、ぜひともあの私のメールマガジンをご購読いただきながらですね一緒にこの上海電力問題を考えていきたいなと思ってます おります毎週月曜日です、今朝も発行いたしました、今月、申し込みをいただいていただけると、先ほど発行したメールマガジンもご購読いただけます、かなり突っ込んだ内容、あくまでも国の在り方について問うているということでございます。 本日は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。失礼いたします。こっちか。